スープカレーは2012年に北海道放送とクリエイティブオフィス級の企画により HBC および TBS をはじめとする系列で放送されたチームナックス主演の日本のテレビドラマ北海道放送創立60周年記念作品創立60周年を迎える北海道放送がチームナックスと組んで1年以上かけて企画 2011年10月に制作が発表された。撮影は同年9月から10月にかけて札幌や東京で行われた。チームナックスフルキャストとしては連続ドラマ初主演となる。総監修はアンティーク、うどんに次ぐ食べ物企画第3弾を狙っていたという本校、克行が務める。タイトルの通り料理のスープカレーが重要なモチーフで、 本作は HBC を中心とした制作委員会方式をとっており、TBS 系列のキー局である TBS テレビも委員会に名を連ねている。なお、HBC が連続ドラマを制作するのは2010年の歌せら以来である。HBC では放送開始前の4月6日にナビ番組スープカレーレーシーンが放送され、完成会見の模様が取り上げられた。 またディレクターズカット版をアレンジしたスープカレー特別編が2013年1月2日、1月3日に放送された。舞台は主に札幌、荒ー40代の大学同期5人の人生模様を描く。5つのオムニバスストーリーをシャッフルしてお互いに関連を持った構成としている。演劇的要素や様々な試みも盛り込まれている。は、小説版の表記。 大丸百貨店札幌店慎吾は、以前から、源の店を継ぐことを拒んでいたが、スープカレー店に挑戦することを決意する。ただおの店で修行をし、源が研究していたメニューに取り組む。ゴールデンタイムで放送されるドラマ、ひまわりに抱かれて、ハグド・イン・ザ・サンフラワーの父親役オーディションに合格し、父親の誇りをかけて演技に挑む。ユーが生徒と婚約者。 どちらを選択するべきか葛藤する。政治が新番組、スープカレーをはじめ、めぐみはアシスタントとして役に立たない。困難な状況にも負けず様々なスープカレーを作る。マイホーム購入を目指すひらめけ。友人の不幸である、離婚式の依頼に悩むが何とか式が行える状態に持っていく。チームナックスがそれぞれの役で出演。 大泉が様々なモノマネを交えて進行し、残りのメンバーは本編の展開に沿ってコメントを述べる。スープカレーだけでなくラッシーも登場する。ここでは小説版も参考文献の一つとする。ありがとうございます。